母集団全体では、負の相関があるにもかかわらず、各層では、正の相関があるといった逆転現象が起こりうる。シンプソンのパラドックスもしくはユール・シンプソン効果は1951年に、イギリスの統計学者エドワード・ H ・シンプソンによって記述された統計学的なパラドックスである。母集団での相関と、母集団を分割した集団での相関は、 異なっている場合があるという逆説。つまり、集団を分けた場合にある仮説が成立しても、集団全体では正反対の仮説が成立することがある。統計学者にとっては一世紀以上前から、この現象は常識であったが、哲学者、コンピュータを扱う科学者、疫学者、経済学者らは最近でもこのパラドックスに対する議論を行っている。 A 君と B 君が1回目と2回目で合わせて110問を解くというテストを受けた。1回目のテストでは A 君は100問を解き60問正解で B 君は10問中9問が正解であった。2回目のテストでは A 君は10問中1問、B 君は100問中30問が正解だった。A 君と B 君のどちらが優れているだろうか 正解率と優劣の一覧表情期の表から次のことが言える。1回目で A 君、B 君であり、2回目でも A 君、B 君であれば、1回目と2回目を合わせても A 君、B 君に違いないと思い込みがちである。しかし、実際には A 君、B 君となってしまう。この点で、この例は、シンプソンのパラドックスの一例である。もちろんこれは A 君と B 君が、 全く同じ内容の110問テストを受けていたという、過程においてのみ有効である。例えば110人の顧客対応に対するリピート率や、顧客満足アンケートへの回答の集計など、現実的な統計処理においては、A 君の顧客110名と B 君の顧客110名とは、同一の顧客ではないのが普通であるから、上記のような単純な評価は難しくなる。総得点に基づくと、 A 君の方が上だと考えられる。しかし次の例のように B 君の方が上であるかのように話を持っていくことは可能である。上の話では A 君と B 君の状況を先ほどのテストの話から何も改変していない。これらの問題は近年の文献でシンプソンのパラドックスとして議論された問題である。シンプソン自身が提示した例では 関連性の逆転は見られない。トランプの52枚のカードについて、絵札かどうかと色との関連を考える。赤ちゃんがこのトランプで遊んでいたので、そのうち20枚ほどが汚れている。汚れたカードだけ見ても汚れていないカードだけ見ても、絵札以外の方が赤いカードである可能性が高いことが分かった。では、絵札以外の方が赤いカードである可能性が高いと結論付けていいのか カード全体を見渡して考えることで、分別のある回答が得られる。すなわち、そのような関係はない。とある治療の有無と生存との関連を男女別に検討する。出てくる数字はトランプの例と全く同じだ。男女別で調べると、治療した方が生存率が高いことがわかる。しかし、男女合わせたら、治療の有無と生存との関連がなくなってしまう。 分別のある解釈はどうなるだろうかこの治療が無効とされることは、まずないだろう。この例に対し、ミゲルエアナンは、シンプソン自身の記述の曖昧さを指摘しつつも、以下のような解釈を与えている。トランプの例では、汚れの有無は、絵札か今かとカードの色の共通の結果、すなわち合流点である。治療の例では、性別は治療の有無と生死の共通の原因、すなわち、 交絡因子である。トランプの例では合流点による選択バイアスを避けるためにカード全体を見渡すべきだし、治療の例では交絡を避けるために性別で層別化して考えるべきだ。ただし C が A と関係せずに B の原因となるとき、例えば無作為割付けがなされた場合には層別化する必要はない。因果関係の方向性に基づいて、 解析手法を検討するが、因果関係の方向についてはそのテーマに関する因果構造の知識が必要である。トランプのカードが汚れたからといって絵札になったり赤いカードになったりすることはないし、治療したからとか生存したからといって男性になるようなことはない。そして次のように結論づけている。ありがとうございます。